2019年7月6日より放送開始となる TV アニメイクソヒム絶唱シンフォギア XV の公式サイトにて、過去シリーズ全4期のストーリーを総復習できるおさらいシンフォギアが公開された。さらに豪華キャスト12名が集結したアフレコ写真が到着した。2012年より放送が開始されたイクソヒム絶唱シンフォギアは、登場キャラクターが歌唱しながらアクションを繰り広げるというオリジナリティが人気の TV アニメシリーズ。2017年7月クールに第4期イクソヒム絶唱シンフォギア AXZ が放送され、同時期にリリースされたスマートフォンゲームイクソヒム絶唱シンフォギア XD アンリマイテッドも大ヒット。第5期にして TV シリーズ完結編となるイクソヒム絶唱シンフォギア XV の放送がいよいよ今週7月6日土曜日に迫っている。RR 2019夏アニメ、今回2019年7月6日より放送開始となる TV アニメイクソヒム絶唱シンフォギア XV の公式サイトにて、過去シリーズ全4期のストーリーを総復習できるおさらいシンフォギアが公開された。さらに豪華キャスト12名が集結したアフレコ写真が到着した。公開となったおさらいシンフォギアでは、第1期から第4期 AXZ までの全52エピソードのあらすじをチェックできるほか、各キャラクターの人物相関図も掲載されている。すでにシンフォギアシリーズ視聴済みの適合者のみならず、これからシンフォギアの世界に触れる方も、 XV 放送開始に向けてこれまでの歴史をおさらいしておこう。RR おさらいシンフォギアはこちらから。作品情報、 TV アニメイクソヒム絶唱シンフォギア XV に、そして追い詰められているのはサバリア公明結社だけではない。かつての超大国アメリカもまた、日本に向けた反応兵器の発射事実を非難追及され、東京国際社会からの孤立を招いていた。7月6日よ。閉塞した状況は新たな世界規模闘争の火種にもなりかねないため、速やかなる政治的解決が望まれているが、複雑に絡む国家間の思惑はきしみを上げるばかりで遅々として進んでいない。当該国である日本もアメリカとの協調政策を打ち出して関係修復をアピールしているものの、どこか薄ら寒い表面的なムードに終始して局面打開には至っていない。未だ見えない世界の行く末、さらに張り詰めた空気はここにも。都内ランドマーク各所が一望できるデートスポットとしても人気の大観覧車のゴンドラに乗っているのは、私立リディアン音楽院に通う高校生橘響と小日向未来。二人が手にしたたい焼き器は白玉入りであり、絶品。甘すぎず、まるで全財もかくやという口当たりの案は申し分がなかった。それでも、二人の間に緊張が走るのは、何の気なしに未来が響きに発した問いかけに始まるものであった。返答に窮した響きの胸の奥にあるものは、果たして、過去から現在に向けて紡がれたいくつもの物語は XV に収束していく。生命路をめぐる攻防はどこまでも真夏のただ中。2017年7月クールに第4期イクソヒム絶唱シンフォギア AXZ が放送され、同時期にリリースされたスマートフォンゲームイクソヒム絶唱シンフォギア XD アンリマイテッドも大ヒット。
第5期にして TV シリーズ完結編となるイクソヒム絶唱シンフォギア XV の放送がいよいよ今週7月6日土曜日に迫っている。暗躍してきたパバリア公明結社はここに瓦解し、その残党は各国機関の活躍によって追い詰められていくのであった。弾ける湖面を舞台に少女たちの歌声が輝きを放つ。スタッフ、原作、上松半安志金子明文監督、小野克美シリーズ構成、金子明文音楽プロデューサー、上松半安志音楽、エレメンツガーデンキャラクター原案、吉井ダンキャラクターデザイン創作画監督、藤本悟副監督、アルカノイズデザイン、満田文良創作画監督、川島洋介博士サーディエモンアクションディレクター、四季RR 2019夏アニメ公開となった。おさらい。シンフォギアでは第1期から第4期 AXZ までの全52エピソードのあらすじをチェックできるほか、各キャラクターの人物相関図も掲載されている。すでにシンフォギアシリーズ視聴済みの適合者のみならず、これからシンフォギアの世界に触れる方も、XV 放送開始に向けてこれまでの歴史をおさらいしておこう。RR、おさらいシンフォギアはこちらから。作品情報、TV アニメ、イクソヒム絶唱シンフォギア XV2019 年7月より東京 MX、毎日放送、テレビ愛知、BS11、@X にて放送開始。オン AIR、東京 MA 閉塞した状況は新たな世界規模闘争の火種にもなりかねないため、速やかなる政治的解決が望まれているが、複雑に絡む国家間の思惑はきしみを上げるばかりで遅々として進んでいない。当該国である日本もアメリカとの協調政策を打ち出して関係修復をアピールしているものの、どこか薄ら寒い表面的なムードに終始して局面打開には至っていない。未だ見えない世界の行く末、さらに張り詰めた空気はここにも。都内ランドマーク各所が一望できるデートスポットとしても人気の大観覧車のゴンドラに乗っているのは、私立リディアン音楽院に通う高校生橘響と小日向未来。二人が手にしたたい焼き器は白玉入りであり絶品。甘すぎずまるで全財もかくやという口当たりの案は申し分がなかった。それでも、二人の間に緊張が走るのは、何の気なしに未来が響きに発した、問いかけに始まるものであった。返答に窮した響きの胸の奥にあるものは、果たして。過去から現在に向けて紡がれたいくつもの物語は、XV に収束していく。精肉炉をめぐる攻防は、どこまでも真夏のただ中。弾ける湖面を舞台に少女たちの歌声が輝きを放つ。スタッフ、原作、上松半安志金子明文監督、小野克美シリーズ構成、金子明文音楽プロデューサー、上松半安志音楽、エレメンツガーデンキャラクター原案、吉井ダンキャラクターデザイン創作画監督、藤本悟副監督、アルカノイズデザイン、満田文良創作画監督、川島洋介サーディエモンアクションディレクター、四季事故、木杉へと支払中、同時期。